イエジット様、ようやくデンの心の居場所が分かりそうです。そうか、これであとはテラだけか。はい、3人は必ず助けます。次にゼアノートがどう動くかだな。ゼアノート？彼から別れたハートレスを率いたアンセムもノーバディを率いたゼムナスもソラが倒したはずでは。確かにその二人は消えた。だがその二人が消えたということは本体であるゼアノートの復活を意味する。え？ハートレスに囚われていた心が解放されノーバディとなっていた肉体が消滅すれば二つは再び一つとなる。すなわちマスターゼアノートの帰還だ。ではまた彼が何か行動を始めると？ゼアノートは策をいくつも講じる男よ。でも、もしまた危機が訪れても、僕とソラ、そしてリクもいます。確かに彼らは強い。だがマスターは王一人だ。もし、ゼアノートが一人ではなかったとしたら？え？どういう意味ですか？王よ。ソラをここへ呼んでもらえぬか。そしてリクも。一体何を？マスター承認試験を行う。面倒な段取りだったが予定通りってことか。ゼムナスの旦那がここにいないってことはもう始まってるんだよな。ああ。いやー、ゼアノートのじいさんはやっぱり怖いね。どこまで読んでるのか。実際じいさんの本当の目的もよくわからないしな。あんたも自分自身のことだが理解できてるのか。シルベとして向かうべき運命は決まっている。つまりまだよく分かってないんだろう。キーブレードマスターは代々受け継ぐキーブレードがある。長い歴史の中弟子が増え継承されるキーブレードもいくつか増えていったが、その中でも最古の一振りマスターゼアノートが持つキーブレードこそが引き継がれし石だ。俺はまだそれを手にしてはいない。なるほどな。キーブレード戦争もそこにつながるって話か。まあいい、俺は俺の目的に向かうさ。で、誰を連れて行くんだ。